はい、おはようございます。えー、今日は楽して儲けて何が悪いか。頭を切り替えたら誰でも成功できる。えー、まあね、あの、お金ってさ、まあお金の話って、まあ、いやらしいように見えるけど、やっぱ再生数が伸びるってことは、やっぱ興味あるんだよね。みんな今多分職人やってる人とかで独立したいな稼ぎたいなって色々いろいろあると思うんですけど、 うん、なかなかやっぱ飛び出せないってやっぱ不安も大きいんだと思います。そうでもない、うん、またアンチになんかごちゃごちゃ言われそうだけど。うん、なんでまあ、うんまあ、俺も十何年経営者やってやっぱりお金に対する考え方とかってある程度ね、人に言えるぐらいじゃないか。だってまあ人がだって一年で稼ぐお金を毎月でしょう。毎月それ何倍も使うわけじゃん。まあ会社としてね。やっぱ決断って、 やっぱ苦しいしね。人やどううのにしてもそうでしょ。何百万も年間払わなコストをまた抱えるわけじゃん。で、うん、そういう決断、いろんな決断をお金にしてきて、まあ、ある程度言ってあげられることはあるかなーって、ね、後ろを押してあげるっていうかね、背中を押してあげられることもできるかなと思って、まあ、この話をさせていただきます。えー、あ、グッドボタン、チャンネル登録。ちょんとしてね。ちょっとみんな本当ににしよし。グッドボタン、毎、まあ、回言いますけど、あのー、まず本当グッドボタンと、その、チャンネル登録は、 誰がやったかと本当わかんないんで、あのぜひ、本当に、やってくれると勇気出る。<laughs> これね、再生数伸びてね、ね反応がもうアンチばっかりだと鬱陶しいんだよなで。またアンチのこのバットもいっぱいつけてくるでしょ。でぜひまた話聞きたいと思ったらね、グッドボタンつけていただければ、またねあの、次につながってくると思いますんで、また面白い話も続けてやってきますんで。はい。じゃあ行ってみましょう。はい。おっ 誰も教えてくれないお金の本当。えー、じゃあ行こうか。第1番。金のないやつほどお金に汚い。うん。で、まあ、クエスチョンなんですけど、その、一つはまずその、まあ、2番も含めてなんですけど、お金を持ってる持ってないと人間性って全く別だと思うんですよ。うん。なんか、お金はお金。だって、汚い稼ぎ方する人もおれば、綺麗な稼ぎ方する人もおる。だけど、その、 いい人も俺はいい人で金持っている人も俺はいい人で金持っていない人もおる、うん、ただそのやっぱよく言われるんですけどやっぱ俺経営者やってるじゃんだからやっぱ経営者とかとご飯食べることも多いしそういう人たちに誘われると行くことも多いんですけどじゃそういうやつらとしか付き合わないのって言ったらいやそうじゃなくて俺が一つ思うのはそのやっぱ限られた時間だからもうずっとビジネスしてないの俺はもう本当になんか無駄なことをしたくないもう究極言ったらその 僕ねこうやって今電話まあなんか変なの見せるとかあ,あれですけどこうやって電話すらもう誰からも鳴らないようにしてるんですよあの直立になるようにしてるのねなんでって言ったら無駄な時間使いたくないからだからそれだけやっぱ時間の方が俺は大切だと思ってるからそのねやっぱ学びたい夜も昼もあの無駄なことに時間を使いたくないっていうもう今自分がもっと成長できる人たちとあの インプットしたいしアウトプットしたい。だからこの YouTube やってるのもそうだね。アウトプットですけど。だけどなんかみんなそのお金と人間性をなんか一緒にしちゃってアンチコメント入れてくる人もおるけど、お金お金言ってる汚いやつだって。俺その全く別だと思うんだよね。ただもう一個言えるのは、その俺はそのまあ経営者とかと会ってる。だから従業員とも相性がいいから一緒にいるわけじゃん。で従業員も楽しい。俺も楽しい。でも楽しくない子ってやめていくわけでじゃないですか。だけど、 なんつかなお俺がその人たちと俺が例えばまあまあ赤色まあまあわかりやすいまあ汚いのしょうか黒のしょうかう超ブラック人から見たら今ね視聴者でアンチコメント入れる人が俺りその人たちから見たらもう真っ黒で自分はその白なとするわねで白から黒みたいなもう俺が何言ってもいやもう黒のこと言ってるんだからいやいや違うでしょって白でしょってだからそんだけのことなんだよね 俺が何歩言ったってその人は白でいたいんだったら白なんだよね。だけどうちの従業員ってのはまあ黒だったらまあ急遽言ったら黒なわけよ。印象悪いけど。ただそのうちの YouTube 出てる、ね、みんな、ね、アンチが1割だとしたら9割の人があの楽しそうにやってるだとか仲がいいだとか、ね、こういう人に仕事頼んでみたいとかこういうところで働いてみたいってやっぱ言われるってことはその絶対数が多いと思うんですよ。 うん、そのそこに色が合う色がであの平均的な色してるって言ったら言葉悪いですけどそのカラーが合ってる人でそういう人がまた塗装も依頼するんだよね仕事ってでそこに俺はハマってんだと思うの、うん、だけど何か勘違いする人ってさお金を持ってるから俺は悪いやつだとかいいやつだってまあ言う人って多いけど俺はそうじゃないと思うでお金のまあねみんなにアドバイスするとしたらそのさ まあこれ3番も入ってくることなんであれですけどその自分がもし独立したいこれから会社やりたいと思ったらもうまず10人が10人とも反対する何って言ったら人間の本能だよねなんかその日本人って特にそのねその島国でその村っぽいみたいなこと言うじゃないですかアメリカ人ってちょっとあの個人が際立ってる俺はまあ日本的なことの方が好きなんだけどね それはまあ誰と話してもよく言うんだけど、俺どっちかっていうとアメリカ人的じゃなくて濃厚型グループタイプみたいなカテゴリーっていうかさ、どっちかというと一人でスーパースターっていうタイプじゃないんですけど、うん、だから僕は、うん、別にその何あ、そういう人たちと一緒にいると、やっぱ俺も独立するとき、俺今また新しいことやるときってもうあのアドバイスは基本反対される。 で、やっぱ悩む、これも。あーもうやめようかな。こういうことやすねやめようかな。飛び跳ねるのやめようかな、とか。YouTube やるのもそう。周りも、まあ、社員も、最初わかんないからね。それはもちろん。もう余計なこと死んでくださいよ、社長。<laughs> みたいな。<laughs> だけど、やっぱやって、その、まあね、それに賛同してくれる社員とだけ始めて、うん、まあ、前ね、結構いろいろ女の子も、他の女の子も、今、リリーちゃん出てるけど、他の子も出てくれて、ね、やっ最初やってたじゃん。だから、新しいもん好きな子たちと一緒にやり始めて、 まあうまくいき始めてちょっとね会社にもポジションが最初に出てきたんですけどそれと同じで自分がなんか独立するって思った時にみんなから賛成されるなんて思わない方がいいしでも自分が絶対これうまくいくんだって思ってたらやったらいいと思うでも俺もその最初の考えてたことなんて本当にもう1ミリみたいなもん今100センチだと1メーターまで成長したとしたらお金に対するセンスがねいい人ある人別ではアンチの人 うん、お金に対するセンスっていうのがまあ1メーターまで伸びたとしてはもう1ミリみたいなもんなんですよ。でやりゃやっただけ成長するからだからその勉強代だから全財産をかけてやる必要はないと思う。だからこれが失敗してもうまくいくことでうちはもう俺はそれがもっとだから、うん、今でも新しいことどんどんチャレンジして来年も新しいことちょっとオープンするんですけど。 まあ,あの塗、塗装業とかに関係することね。俺はどっちかちょっと全然飲食やったりとか全然全く違うことやりたくないから、じゃあ塗装業に関するじゃあ人材の紹介みたいなことをちょっとやるんですけど、あの、関連することをやりたいと思ってんの。もう全然違う世界でなんか飯食いたいとか思ってないからさ。うんうん、で、何その、みんなは反対するんですけど、その、お金っていうのは、ま,あ、まずこれ第一前提にあるのは感謝の形なんだよね、別にお金って。 だって俺に仕事頼みたいと思って喜んでもらったら感謝の形じゃん。で、それがまた人を紹介してくれたらいろんなことするから、お金なんて所詮感謝の形なのに、なんかお金をもらうことが汚い。だって、汚いって言ってるやつでもコンビニって120円でジュース買うわけでしょう俺から言わして、その、アンチのね、あの、ひもじいこと言ってるやつ、お前金ねえんだから、スーパーで50円のジュースまとめ買いしろよって思うもんね。俺はそうやってやってたからね、経営者になって売り上げ1億とかでも、 コンビニでジュース買わずに、本当になんか、スーパーのまとめ買いとか、今でもやるでね、現場で顔出すときに、スーパーでまとめ買いしといてとか、薬局でも今1回でも売っとるじゃん。うん、だから俺は無駄なものにお金使わないし、もちろん。だけど投資するときに何千万ってボーンって投げるし、人採用するのにね、採用、その人に払うんじゃないよ。求人にやるだけでもう何百万って払う場合あるでね。あの、ヘッドハンティングとかなんかそうだよね。うん、だから、 まあまあ話戻すと、お金っていうのは別にいいもんでもありもんでもないけど、まず人からもらえるんだから、それってもう尊いことじゃん。だって給料をもらえるのも、今社畜だなんだって俺もそれ動画撮ったけど、給料をらえるって本当尊いことだと思うんだけどな、俺は。俺も人からもやっぱもらえて、ああ,ありがとうなって、今月も一生懸命働いてくれてありがとうなって、らうお金って、まあクソみたいな社長だろうがなんだろうが、 ありがとうっていうもんだと思うんですけどね。俺もお客さんから金もらうってことは、ね、ありがたいことだと思うし。で、俺はその、まあ、単価が下がる、上がるの時に、まあ、下がってどの頃でまあ、俺は、そのちょっと視点が違うかもしれない。視聴者さんとね。うん、まあ、それはね、従業員何十人でしょう。うん、で、まあ、協力業者も関連先までいるときも100人、200人って人が動いとるから、あの、考えが違うんですけど、その、 単価が下がったら悪いと思ってるけど、違うんだ。俺はもうど努力して、毎日単価が下がることを努力しちゃんの。うん、あの、だから楽して儲けるっていう話に、後でちょっと繋がるでちょっと覚えててほしいんですけど、どうやってやったらもっとお客様に安くいいものを提供できるかを考えなきゃいけないのが俺の仕事なんだよね。だから YouTube やってんだよね。広告宣伝費をかけるぐらいだったら YouTube で知ってもらって、紹介。ね、あこの会社で仕事頼みたいってなるわけじゃん。実際に YouTube からお客様ん本当に来てるからね。 うん、だから、感謝の形。で、俺もまた努力して努力して、ね。だからって職人の単価下げるわけじゃないんだ。うちなんか特にの単価下げないように努力してるから、いろいろじゃあ広告宣伝費を下げよう。ね、現場管理費を。ね、一人頭一千万管理、ね、営業と管理で一千万、一人頭かかるとしたらね、一千万の工事だよね。だって、まあ塗装百100万円だったら10件じゃん。10件で一人管理費がかかるんだったら、 一人頭15件できるように、じゃあどうするっての、過重労働させるんじゃなくて、システムを導入するだとか、ね、よ、より効率よくするだとか、でそういうのを、だって経営者が考えるのが仕事だからね、なんかもうみんな勘違いしてるけど、職人を絞り取るから客出しの単価が下がるっていうんじゃないんだわ。で、うちなんか本当にもう塗装業入って、10年、12年前かもう、うんで、塗装業にもうボロンカス言われたんだもんねあ、あいつアホだろうって単価下げて、だけど儲かってるじゃん。 ねこの間もコメントで、あの、何年以内に潰れますとか書いてあったけど、うちの決算書を調べてみろってもう本当に。あの、調べるでしょ、多分。あの、なんか、どっかでねの。あの、成績いいでね、うちは、もう、申し訳ないけど、潰れるわけないと思うんだけど、うん。で、あ、まあまあ、まあ、話がちょっとアンチになると熱なっちゃうんですけど、で、お金にはまあ、裏もでもない。まあ、これも、まあ、統一していったことなんであれですけど、 ま,あまず、周りに反対される、あまあ、ちょっとまとめる前にちょっと最後いこうか、次のページちょっといきます。はい、じゃあそれでは、ちょっとね、さっきのページで結構いっちゃったんですけど、楽して儲かるが正解クエスチョンですけど、まあ俺は正解だと思うんですよ。で、まあ、その聞き方を間違いなくしてほしいんですけど、 あのなんかしんどいこと偉いことをやんないとお金稼げないって思ってるから、まあ、さっきも言ったんだけど単価が下が下るだだだととかかきつい,だとかいやちゃうんだよねあの現場例えばね塗装だけだったら何人かかるの戸建てだったら15人ぐらいかかるの12から15ぐらい、まあ、大きさにもよると思うんですけど、まあ 10, まあ、10人にしようか分かりやすいで10人かかるやつをやっぱ9人にする努力するから給料も単価も上がるわけよ。 うん、だから、なんちゅうかな。もう、人気なんかどうでもいいわけよ。別に。その、そなこと。お客さんにいくらで出すのを一生懸命努力して安くするのは、どうやってするのやっぱりもう現場効率しかないわけ、うん。だから、例えばで言うけどね。職人が塗料が欲しい。足りない。でわざわざか現場監督に連絡入れる。現場監督がジムに連絡入れる。で、ジムが塗料屋さんに発注する。まあ、これやった方がお金の、 心配はないね。不正が起きにくいし。だけど、職人から多分直通で、塗料メーカーに、メール一本でうちは、メールじゃないな。もう LINE みたいなシステムあるんですけど、業務用のね、業務用の LINE みたいな。で、それで送るだけなんですよね。一本、シャネルで、何日に持ってきますっていうのが伝わるんですよ。で、その状況を事務も全部確認が絶えずできる状態を作ってるわけ。 で、それだけですよ。いくらコストを安くなったって。ねそういうところや、そういうことやってる会社って少ないと思うんですけど。だけど、そういうのの一個一個が、お客さんのところにの客の単価を下げれる。で、職人の工数を下げれる。って言って、一日伸びはだって、客出し5万ぐらい違う。5万じゃ変わらんでしょ。もっと変わるでしょ。ね、一日伸びは、5万から10万ぐらいをお客さんのところの客出し変えてからなわけじゃん。だから、その、まあ、 も文句言うやつはその視点が低いんだわ。だって俺の言ってることをもっと陽気からな。本当にね。あの、そういうレベルの話じゃなくてさ。で、でてこう、液晶モニターもそうでしょ昔あんなテレビ、40インチのテレビ100万円で撮ったのに、今、8万円とかで買えるでしょだけど今でも100万だったら大きいテレビで見えないやで。YouTube のこのスマホでもそうじゃん。みんなが企業努力しとょるから、安くできるからって。職人の単価が下がるわけじゃない。うん。それはその全く別の世界。うん。だから、 俺の会社、まあ、まあ、い安いっていう人もおりゃ、多いっていう人もおるから、その階層にもあるんですけどね。まあ、その十人も二十人も使って、請負いする力があって、現場ね、工程も守れる力があって、管理する力がありゃ、で、ね、まあ、うちでやんないかもしれないよね。うちは、まあ、一人親方みたいな子が、まあお、多いし、うん。で、そうそう、あこの三番、あ、二番か。人を騙さないとお金もらえないっていうのは、もう全くの俺は嘘だと思うし。でも、騙してもお金もらってて、 あの憎まれ子世にはばかるじゃないけどずっと潰れずにやってる人もいるけど、うん、まあ俺はまあこういう言い方したくないからまあそのことについてはあんまり言えないけど、うん、まあそんなもんかな、うんまあ、別にコンビニがじゃあ人だましてると思うかスーパーねイオンが人だましてると思う、うん、安いしね、うん、であの名古屋でいうとアプターってちょっと高いんですけどねもう俺アプター行くんですけど、まあ、そんなにね まあ100円200円しか変わんないならアピタとかの方がねまあいいものを置いてあるからまあそっちの方がいいなってだから人を騙すからお金もらえるわけじゃないんだよね一生懸命効率上げてじゃあこの外気塗装まあねうちが100万だとするじゃんで同じ品質とね同じコストで80万で提供できる会社を作ったとしたらだって絶対売れるじゃん,うんだけど職人流しとったらその会社って80万で売ってしお客さんが100人来ても 100人分賄うぐらいの施工能力作れないよね。だからその単価を下げるだけがコストカットじゃないからね。うん、だから変な感じがしてほしくないんですけど。うん。だからアイデアがあれば、ね、あの、最初に戻ると、うん、楽してだ、ね、か稼ぐように、だってもっと楽する方法はないかなってずっと考えてるのが、あの、コスト努力だと思う、思うんですよ、俺は。で、広告、さっきもちょっと言ったけど、広告宣伝費を下げる。 YouTube とかから仕事の依頼が来て求人も来てだけど YouTube って、まあ、今収益ももらってるからまあ、トントンまあトントンではないけど俺の給料とか職人の給料はまだ出てないけど編集だとか機材費だとかこういうねものに対するお金は出てるからさ、うん、だからだから求人費これか今かかんないでしょで広告宣伝費も まあゼロにはできてないけどもちろん YouTube から来てるのも強いよねこの間大きいなんか7階建てのマンションも来たっつったね YouTube 見てそういうふうになっとこうだって広告宣伝費って会社で5%から10%ぐらい絶対かかるんだからさ、うん、まああんまりちょっと細かいことするとなくなっちゃうもんで、ね、申し訳ないですけどであとまあもっと簡単に効率を上げることが社会の発展まあまあ本当にそうだもんなだってこのテレビまだ今でも100万で作られたら19インチぐらいしか見られないんだよね だけど今みんな40インチとかじゃん。でしょちょっと大きいと60インチでも、だって今いくら売ってる ?20 万とかで30万まで売ってんちゃう、うん、だからそういう世界を作ってると、やっぱ効率をよりね、下げることができたからそういうもんがあるんでしょでに、日本のト,トヨタか、まあね、あんまトヨ、シャメイティンかどうか知らんだけど俺、世界にね、壊れなくて安くていい車だって、だって完全払って買ってるんでしょ日本の車を。 ら俺はでもベンツ買うと高いじゃん。あれって関税でしょ。うん。だって自分たちの国の車買うなら安いけど、俺がベンツ買おうと思ったら関税で日本が税金持ってくんだもんね。何十パーセントか知らんけど。で、中国とかなんか日本車買うのに100パーセントかかるんだもんね。300万の車買うのに600万払うなんだよ。それでも欲しいっていう人がおるってことはさ、それだけいいものを、作れてるわけじゃん。いいものを安く作れてるわけじゃん。でしょ。だから俺は別に、うん、まあ、 原価を下げるってことじゃないと思うんだよな。うんで好きなことと、まあ最後、好きなことと好きになれることは違う。ああ、そうそう。で、あとはまあ、本当にこれ、これから商売やりたいという人に、まあこれ、最大のアドバイスだと思うんですけど、俺も別には塗装が好きだとか何が好きじゃなくて、まあ目の前のものに、とにかく一生懸命やったら次が開いてくるだけで、YouTube なんかじゃ10年前にやろうと思ってたら、1年前、2年前3、まあ3、3年ぐらい前にちょこっと動画を撮ってあげたりしたんですけど、 そのこんな目的じゃなくてね、社内動画をちょっと上げたり、ちょっと足場でふざけてあげるぐらいのことはやってましたけど、だから、何をやればいいかわかんないなんていうのは、なんか嘘、嘘じゃないけど、なんかそもそもの、そのまだスタートに立ってないなって感じだ目の前でお金になることをよーく探して、でもそれ好きになれないんだよね、だったら、まあやらん方がいいと思うんですけど、俺は違うと思うんだよな。あの、好きなことをやるんじゃなくて、好きになれることをやる。 で俺も今ユーチュー b やってやっぱ楽しい。だけど、だんだん飽きてくるじゃないけど、やっぱ、その、あ、グッドボタンね。グッドボタンと、ちゃんああがやっぱね、上がってくるとまたテンション上がって動画も撮れるんですけど、あのー、好きになれる、うん、ことを見つける自分のそのそばにあるもの。例えば、まあ、なんだろうな。まあ、例えばコンビニで働いてるするじゃん。ならまあ、例えば、その、 何弁当は好きじゃないけど、なんかアイスクリームはなんかすごい興味あって、銘柄も好きで、とかあんたら、じゃあこのアイスクリームがなんか商売にならんかなみたいな。ちょっと例えが悪いね。例えが悪いんですけど、うん、まあ、そんなとこですよ。で、俺も、まあさっきもちらっと言ったから、あの、求人関係のね、全国に職人さんを紹介するっていうことを、ね、 あの、今、来年に向けて今動いとるんで、あれですけど、あの、まあ、また塗装屋さんもチャンネル登録してください。塗装屋、塗装足場防水シーリングかの職人の紹介サイトみたいなのを作って、まあ、ちょっとお金取るけどね、やっぱね、俺もビジネスでやるやつだから。で、まあ自由に、あの、観覧できてね、一般の職人さんが。で、よりいい会社を見つけれる。で、そういうところに行くっていう、ね、あの、業界が、 もっと活性化すればなぁと思ってるんで、まちょっとそういうことやろうかなと思ってますんで、また興味あったら是非、ぜひ、ま最後1000みたいになっちゃいましたけど、あのチャンネル登録といいね。ぜひ、よろしくお願いします。また見てねー。